所詮他人事ですからとある弁護士の本音の仕事、星4。主にネットで誹謗中傷する暇人のクズを法的にざまあするシナリオ、何がすごいかというと学校の道徳の指定教科にした方が良いくらいよくできているし SNS 社会になった昨今、人を誹謗中傷するような人族にブレーキをかけたり排除する目的で使える人族全体の労働生産性を高める作品。一部もしくは多数の人族は他人の思想を引っ張りたがる感情の奴隷だとおまんじゅうたちは理解しているのぜ。誹謗中傷するようなゴシップ好きなクズがグループやコミュニティに存在するとそのグループの心理的安全性が下がって結果的に労働生産性が大きく下がるのぜ。そういったクズ行為を思いとどまらせるためにもこの本は国語の時間を使ってでも読ませた方が良い作品なのぜ。子供がいる親はこの本を与えた方が良いと思われるくらい社会の勉強になる作品だと思うよ。主人公は超絶論理的マンな弁護士でネットの中傷案件にとても強い人物であり、泣いたって問題が解決するわけではないし時間がもったいない、ここはカウンセリングの場所ではないといった門限信頼できる人物設定しているところがディモールとでね。内容は気に入らない個人ブログに書き込みをしたクズを特定してそいつをざまあさせるというシナリオ。最終的にきっちり身と拷問するようなシナリオになっており、胸クソを書いてからのざまあ展開、しかもそこに至るまでに一山二山山を作っており最後にカタルシスの解放させる展開の描き方がお上手。炎上させられた時の対策も合理的で大変良い対策が書かれており、SNS を消す、SNS にどっぷり浸からない、暇じゃなくする、といったことが大事。現代社会は高度に発達しており太古の時代と比較して忙しいしやるべきタスクは増えたのぜ。だけど本質的には大半の人族は暇なのぜ。暇だから SNS にどっぷり浸かって、結果、物申したくなったり自分の鬱屈した感情を誹謗中傷という形で表現するという是非もなしな生物が人族なのぜ。人気よりひでや。最後に、誹謗中傷についてお話しします。今、誹謗中傷を、行っていない子は、これから先、誹謗中傷を、しないようにしようね。今、誹謗中傷を行っている、良い子は、やめようね。そして、お父さん、お母さんを含めた、みんなを、大事にしてみんなのために、生きようね。